はい、こんにちは、豆と申します。あだばなの館くれない実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、次の勝負はお兄ちゃんなので、お兄ちゃんはもう1回勝ったのでちょっとババワンとカットしていきたいんですけど、その前にまゆずみくんの話って聞いたっけ。あ、ラノベの話読んでたわ。はい、ということで、じゃあお兄ちゃんバババンとカットしていきたいと思います。バババン。死ね、つーか殺す、今殺す、すぐ殺す。はい、ということで兄貴に無事勝利してみどりちゃんを連れ戻すことができましたと。はい、迷惑かけてくれたわね。これは見たからいいとして、まゆずみくんですよね。あんたの読んでるラノベなんだけど、おすすめとかないの？え、急にどうしたの赤羽ちゃん。あんたに言われてスマホで見てみたんだけど、確かに時間つぶしにはいいわね。何より読みやすいのが多かったからちょっと興味が湧いただけよ。ほんと？いやー嬉しいな。やっぱりおすすめは異世界転生ものなん、ものかな。定番って言われるけど、実際に読んでみると面白いのたくさんあるんだよ。へえ、後でちょっと見てみようかしら。ちなみに今まゆずみくんが読んでるそれは何？ああ、これは異世界だけど魔物栽培してるってよ。ちゅられ、魔物栽培？どういうこと？すごいタイトルね。最近は斬新なタイトルもラノ、タイトルのラノベも増えてきたからね。やばい、ラリルレロがまた言えない。ああ、でも私もそういう異世界もの小さい頃に読んだことあるかも。ほんと？どんなの？ピーターパン。かわゆす、夢がある。ああ、確かに異世界ものかもね。かわいいな、かわいい部分は持ってるじゃないですか。アバカ嬢ってごめん、バカなのは私だったわ。ということでね、このさ、なんだっけ、宝箱のゲームってさ、多分さ、お金燃やしてんだよね、向こうの人たち。ちょっとゲーム始まるまでカットしますかの。あ、負けたらさ、説明してくれるんだけど、見ましょう。はい、宝箱ゲームですね。これどういうこと？なんで木の宝、木の宝箱と木木箱だ。どうした？木箱がないの？なるほど、最後に木箱と木の宝箱を燃やしたんだ。じゃあ金の宝箱と銀の宝箱にババババンって全部詰めとけばオールオッケーってことか。なるほど、燃やしたんですよ、そこの暖炉に箱ごと。はあ？そんなのありなの？反則じゃないの？いや、ゲームの説明を受けた時、金を処分してはいけないとは言われてない。確かに箱の、金を取るのは1回しかできない。これは箱ごと外に運ぼうとしても同じだろう。なら相手の部屋で金を処分すればいい。幸い3つの、宝箱のうち1つは木製だ。木箱と一緒に段取り投げ込めばそこに入っていたお金は一切消える。あとは金か銀かのどちらの、どちらかの箱にある金を取るだけでいい。その際こちらは 金箱を選択させてもらいました。よし、銀箱に全部詰め込んでやる、夢も希望も。あんたが1回目と2回目何も盗まなかったのは、こっちにお金を集中させて処分するためだったのね。そういうことになります。あとはこちらの宝箱に残っているお金と合わせれば十分勝てました。館の主人もこの件に関しては了承済みなんだろう。無論君たちの行った行為は反則ではない。元来ゲームとはこうでなくては面白くない。公平なルールの中でいかに相手を出し抜くか。故にこのゲームの勝者は紛れもなく君たちだ。私と対するならそれくらいのずる賢さはなくては面白くないと。だそうだ。というわけで嬢ちゃんの持つ鍵をいただくぜ。わかったわ、負けは負けよ、潔く認めるわ。安心しな嬢ちゃん、この館の主人は必ず俺たちの手で制裁を加えておく。
ま、死神の私もいるから大船に乗った気持ちで任せておいてよ。どういう終わりになるんだろう。心配しなくても彼らなら大丈夫ですよ。それはそうなんだけどさ。お？よう、全部終わったぜ。お待たせしました。ですがこれで事件は無事解決です。この館にいた主人も私たちで倒しておいたよ。そう、これで終わったのね、全部。それじゃ俺たちは新しい事件を追いに行くとするか。もしまた何かあったら俺たちに依頼するといい。ですね。どんな事件も僕たちが解決してみせますから。ま、気が向いたらね。みどりも今回は見逃すけど、次に会ったらマジで殺すから覚悟してね。もう二度と会わないことを期待します。あ、でもそっか、エンドに向かうんだね。結局この館の主人の正体や目的って何だったのかしらね。さあ、今となっては何とも。しかし事件は解決したのですから、よしとしましょう。そうね。真由澄くんは？あれ？だよね。あれ？真由澄はどうしたの？真由澄、ああ、彼ですか。そういえばいつの間にか姿が消えて。あいつも何だったのかしらね。考えていても仕方がないわ。私は私の思うようにこれからも生きていくだけね。その息です、お嬢様。僕もそんなお嬢様に付き従います。ええ、それじゃあ帰るとしましょう、緑。明日からはまた新しいゲームを探し求めるわよ。はい。なかなかでもいいエンドですね。真由澄くんの正体とかは分かんなかったけど。はい。でもやっぱり館の主はね、なんか悪魔になっちゃってたんでしょうね。お父様は契約して、悪魔と契約して悪魔になっちゃったのかな。どうやったら悪魔になれるかはよく分かんないけど。はい。そして真由澄くんが何だったのか、このまま続けてやっていきたいと思います。気になるのでね。はい。ということで、あの宝箱ゲームのからくりも解けたので、もうババーンと買っていきたいと思います。はいはい。ということで、これに500万入れて、あと一応100万だけ入れて鍵かけて、あと捨てられるやつに全部の金額をぶち込みました。これででも勝てますよね。はい、私はもうやることないので出ます。さてと、これで爪だで燃やして金の宝箱を盗んでいたんだろう。結果はよっしょっけい、赤は500万円。ちゃんと銀の宝箱に入れた分だけ残ってますね。はい、300万円。よってこのゲーム赤バー側の勝ちとする。やった、赤バちゃんの勝ち。はい、ここら辺は同じだからバーって飛ばしてもいいかな。はい、じゃあなんか変わるところまでカット。はい、部屋に戻ってきました。じゃあ真由澄くんの話を聞いてレッツゴーしましょう。赤羽ちゃんってさ、お兄さんと仲いいの？殺し合うほどにね。あんた、私と兄貴の会話の何を見てたのよ。いや、楽しそうだなと。あのさ、でも本気で嫌ってはないんでしょ、どっちも。まあね、あんなんでも一応私の兄貴だし、ま、母親に比べればはるかにマシね。赤羽ちゃんの母親ってどうしてるの？とっくの昔に殺したけど。そうなんだ。母親のことを恨んでる？どうかしらね。もう殺したやつのことなんて考えないようにしてるわ。そういえばさ、お兄ちゃんはさ、
お兄ちゃんはさ、この館の主の子でいいのか、お兄ちゃんも。え？どうなんですかね、そこら辺。ちょっと、あれなんですが、まあ、館の主にバババンと勝っていきたいと思いますよ。レッツゴー！母親と父親の会話の回想を見た後に、喋ってくれるのが真由泉くんなんですね。赤葉ちゃん、今のは？ええ、どうやら私が生まれた時の記憶みたいね。っていうか今更こんなものを見せられてもね。赤葉ちゃんはさ、父親のことを恨んでる？どうかしらね。さっきの映像を見る限り、ろくでもない父親ってのは間違いないわね。けど、別に今更恨むなんてないわ。今の私にとっては、どうでもいい人間よ。そうなんだね。はい。ん？赤葉ちゃん、僕は君に話さないといけないことがある。僕がここに来た本当の目的は。何？もしかして館の主人を殺めるために来たのかわかんないけど。何？真由泉？消えちゃいましたね。申し訳ないが、彼には少し席を外してもらった。この先の私と君との決着において彼は邪魔に なりかねないからね。いきなり消すなんて随分ね。それほどあいつがいると邪魔だったの？まあね。いずれにしてもこれで余計な邪魔は消えた。さあこの先に来たまえ赤葉、君と私の決着をつけようではないか。やべえ、対策を考えてくるの忘れてた。もちろんよ。首を洗って待ってなさい。セーブして。おい、そうか、これでできるんだった。ちょっと対策法考えていきます。カット！はい、ということで、偽コレクションやってきました。でね、やつにね、勝つってもしかしたらできないのかなと思って、どうしてもあの、ドロー、引き分けになっちゃうんですよね。でもそれでも勝つことに変わりないからいいのかなと思って、まず偽物の壺を一つ買っときたいと思います。これはやつが何も出さない時があるので、その時にこれで確実に勝ちを入れていきたいんですよね。でこれ買ったらちょっともうね、いや買えるか、彫刻買って絵画買ったら、あ、勝った勝ったわ、勝てる、これで勝てるわ。はい、行きたいと思います。はーい。はい、ということでね、一番初めはですね、やつは本物の壺を出してくるので、ここで絵画をババンと出して勝ちたいと思います。まずはい、選びましたね。それではコレクションオープン。プン、はい、壺、そして私の絵画本物、星の、勝つが赤羽の勝利となりますと。やるね赤羽。まずまずの成果ね。続けて勝たしてもらうわよ。本当にその言葉の意味でね。それでは続いて2回戦に移ります。はい、次はですね、やつは絵画を出してきますので、ここで彫刻をババンと出していきましょう。バババン。はい、それでは準備はよろしいですか？無論。いつでもいいわよ。ではオープン。はい、本物の絵画と、そして彫刻、勝ちました。やるね、赤羽。その態度も、今のうちよ。で、次はですね、奴は何も出してこないので、もう完全に後出しじゃんけんなんですけど、ここでね、偽物の壺で勝ちたいと思います。はい。準備はよろしいかね？いつでも。それでは双方ともに開示です。はい、なしで偽物。コレクションを出した赤間の勝利取りにまわし。どういうつもり、何も出さないなんて。これでもう3勝勝ってるので、あと2回負けてもね、問題はありません。ということで、はい、何も出さずに2回終わりたいと思います。はい、残念だったね。ドヤ顔してるが、君はもう負けなんだよね。確定なんだよね。はい、それでは結果を発表いたします。結果は、赤羽お嬢様勝利数3回、黒糖様勝利数2回、勝者
赤帽嬢様です。おめでとうございます。イエイ。さっきドローになったけど勝てたわ普通に。私の勝ちよ。そのようだね。残念だ、実に残念だ。赤羽、君を私のものにできなくて。一つ聞きたいんだけど、なんでそこまで私に執着するの？まさか本気で私を家族の縁と、家族の縁を結べるとでも思ってるの？思っているさ、赤羽。私は君が思っている以上に万能なのだよ。君が望むのなら、今までの君の人生を全てなかったことにして、君が望む新しい人生を与えることも可能だ。人間技じゃない。新しい人生？そうだ。だからこそ私はどんな手を使ってでも君を幸せにしてみせる。そう、どんな手を使ってでも。目が赤くなりましたね、黒糖さん。何、体が動かない。お嬢様、残念ながらゲームには負けたが、それでも強制的に契約を交わすことは可能だ。赤羽、君の深層意識に眠る願い、それを引き出せば私と君との間に契約は成立する。契約とか、あんた何言ってんのよ。やはりそうでしたか。お嬢様、信じられないかもしれませんが、目の前にいるこの男は悪魔です。悪魔の能力を使っているのです。悪魔？じゃあこいつ人間じゃないっていうの？いいや、今の私は人間だよ、赤羽。はあ、どういうことよ。信じられませんが、その通りです。その男は人間でありながら悪魔の力を使っている。ですが人間に悪魔の力を使うなどできないはず。あなたは一体？今さら私の正体などどうでもいいだろう。私はお前の父だ、赤羽。それ以上でも以下でもない。ちょっと緑、なんとかしなさいよ。したいのは山々なのですが。無理だよ、緑にはどうすることもできない。そもそも悪魔としての格が違う。ま、もっともどのような悪魔であれ、願いを口にしてもらわない限り契約はできないが。さ、それではお前の深層意識に眠る願いを聞かしてもらおうか、赤羽。誰がそんなこと言うもんですか。そもそも私に願いなんてないっつーの。いや、それはありえない。誰しも心の奥底に、叶えたい願望、やり残した未練、後悔、夢はある。私はそうした君ですら忘れた記憶を呼び覚まし、願いを口にさせるだけ。さあ、君の深層意識の中に眠った願いを口にしたまえ。私は…そこまでだ、真由澄ちゃんですか。色欲を司る悪魔、アスモデウス。お前は